明日の朝から気温が9度になるらしいんで、ガジュマルを室内に入れました。一部の葉っぱが黄色くなって落ちてきたんで、外はもう限界かなと。今年は春ぐらいからこの辺で剪定してずっと外に置いといたんですけど、今までで一番綺麗に育ってます。来年になったら多分またこの辺の伸びてるやつは切ると思います。